団長、最近はどんな風に過ごしていますか？セイレは新しいお友達をたくさん作りました。みんなからゼーレお姉ちゃんと呼ばれていますが、ゼーレもプローニャお姉ちゃんみたいに頼れる人になれるでしょうか？わからないこともまだたくさんありますが、今はもうひるんだりしません。だって館長とみんなが見てるから。最近は涼しくなりましたね。落ち葉を踏んでささっという音を鳴らしながら風の音を聞いてると、まるでおとぎ話の中にいるみたいです。館長もやってみてくださいね。セイレは子供たちのために秋のおとぎ話をいっぱい作りました。実は館長との冒険のお話もあるんです。全部セイレの大事な思い出で、ここまで頑張れたのもそのおかげだから、ずっと覚えていたいんです。館長、時間があったらセイレの誕生日に落ち葉の上で一緒にケーキを食べませんか？セイレが作ったお話を聞いてほしいです。セイレ。ふぅ、セイレったら館長の話ばかりね。もう飽きちゃったわ。館長、来るときはゼーレの好きなケーキを多めに持ってきなさいよ。